ンタスの選手たちに様々な質問をして根掘り葉掘りトークをしてもらうコーナーです。今回はこちらのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。前回から引き続きの登場はサガン鳥栖ユース出身の大卒ルーキー平瀬大選手、そして初登場攻守をつなぐレフティー手塚康平選手です。平瀬選手が手塚選手を指名されましたけれども、その理由を、いやもう一言で言うと優しい、もう顔も性格も優しい、はい、優しく一緒にトークしてくれるんじゃないかと、はい、あとはもう年上なんでこうリードしてってほしいなっていう思いで、いや全然あの喋り得意じゃないんで今日は台についていこうかなと思います。どっちもダメです、もうダメです、これも譲り合いですよ。お二人のこう第一印象って覚えてらっしゃいます？去年だったと思います、おそらくお二人が初めて対面したのは、はい、自分はもう本当に優しそうだなっていう第一印象なんかこう上から来るわけでもなく、なんかこうどちらかというとなんかもうこう下からじゃないですけど下から言ってるあれはないけど僕はすごい真面目で好青年な印象だったんですけど、なんかいやもういいっす、まあこれぐらいにしておきますあでもけどのやっぱり続きがあのちょっと抜けてるとことか意外とあるんだなみたいな、ちょいちょいなんか聞くんですよ、よくその場にいる時もあるし、なんか本当は見た目とは全然違ったギャップがあるんだなっていうふうに思ってます。チーム内でも平瀬選手は話題の的なんですね。人気者だと思います。ありがとうございます。みんなに見られてますね。はい、見られてます、嬉しいです。で、あのお二人どうでしょうか、あのちょっと人としてリスペクトできるところそれぞれ伺いたいなと思うんですけど、まあなんかやっぱ若い時って試合にたくさん出たくて、それで試合に出れなくてメンバーに入れなかったりするとこうやる気がなかったりとかっていう日がやっぱどうしてもあったりすると思うんですけど、まあそれを表に出さないでがむしゃらに練習に取り組んでる姿勢がすごいいいなっていうふうに思います。もちろんまあ家とかでは多分持ち込んだりしてるんだと思うんですけど、クラブハウスとかピッチの中に持ち込まないのはすごいチームにとってもやっぱりいいかなっていうふうに思います。平瀬選手どうですか？まあ、この前ご飯一緒に行かせてもらった時に、試合中康平君あんまりこう他の選手になんか強く言わないですよねって言った時に、いやまあ俺が合わせればいいかなって言ってたんですよ。合わせるのってまあ難しいんで、だからまあそれ聞いていやかっけえなと思って熱っ、まあなんかその考えに行き着くまで何かあったりしたんですか？どうしても難しい場面もあると思う、まあ、そういう時は自分の意思をこう主張する時もまあ多少はあるとは思うんですけど、やっぱ鳥栖のスタイルっていうのは自分より前にいた選手と比べたら自分はまだ知らないっていうか、まあ、それに自分が合わせていくことで鳥栖のスタイルをこう身につけられるのかなっていうふうに思うところもあるので、本当でもこうやってお話ししていただくと話しぶりからもその優しさというかこっちが朗らかになってくるなっていうか、うん、すごくなんかこう話しやすいんですよね。心地いいですよね。はい、心地いいです本当に。嬉しいですこの後話題はなぜか餃子の話に。僕は酢多め。いやまず餃子って醤油なんですか？平瀬ワールド全開のトークは番組後半で。 CM の後は中学生対高校生によるゴールキーパーフリーシュート対決。今週のエンジョイフットボールは先週に引き続きゴールキーパーカレッジ佐賀をご紹介。このゴールキーパーに特化したサッカースクールは佐賀サンライズパーク球技場で行われており、佐賀県サッカー協会からゴールキーパートレセンを委託され、現在小学生から高校生まで36人の選手たちが通っています。今回は中学生対高校生3対3のゴールキーパーフリーシュート対決をお送りします。さあまずは1戦目、キッカーは高校生の川崎くん、守るは中学生小柳くん。川崎くんどこを狙っていくのか。ゴ
外シュート。ここで攻守が変わります。両者息を整えて、ゴール！中学生小柳くんも決めた。続いて2戦目、キッカーは高校生森田くん、守る中学生気合い十分中島くん。決まった、ナイス！素晴らしいキックでした。さあ攻守交代です。かかってこいと言わんばかりの森田くん、中島くん取られたら取り返す。中学生イーブンに持ち込みました。さあいよいよ第3戦、高校生3人目のキッカーは西村くん、中学生のキーパーはゴーリキくんです。集中して、なんと西村くんポスト直撃。さあゴーリキ君が決めれば中学生の勝ち。高校生西村君は絶対止めたい。負けられない戦いがここにある。あっとゴーリキ君も外してしまった。延長戦に持ち込まれました。さあキッカー高校生は川崎君が出てきました。中学生守るは鋭い眼光、長島くん。イエス、長島くん止めた、そして吠えた。さあ長島くん、この勢いで決めたいところ。川崎くんは高校生の意地を見せたい。どうなる。わー、川崎くんも止めた。練習の成果を見せました。これで引き分けが決定。佐賀県にも素晴らしいゴールキーパーたちが育っています。これからもチャレンジし続けて頑張るぞ。おね、お二人実は年の差が5歳あるということで、普段はどうですか、どんなお話をされることが多いですか。プライベートだと、まあ、そこまで濃厚に関われてるわけではないです。まだですね、はい、まだこれからっすね。いやもう本当これからっす、まあ、始まったばっかなんでシーズン、はい、まあこれからっす。練習終わってジョギングしたり、まあ、その時は真面目な話が多かったですけど。ちなみにどんな真面目な話を。ちょっと前すぎて覚えてないんですけど。俺は覚えてます。本当、はい、宇都宮出身なので栃木の、はい、はい、餃子が美味しいよってそんな話でした。そんな話したっけ。はい、そこしか覚えてないですけど。全然真面目な話じゃない。餃子のお話平瀬選手聞きたかったんですか。聞きたかったですね、まあ、本当です本当です。まあ、餃子自分自身も好きなんで。どんなお話聞けたか覚えてますか。いやまあ餃子美味しいよ。何派ですか、その醤油なのか酢醤油なのか。僕は醤油に酢多めって感じです。結構酸っぱいのも。そうですね、酸っぱい方がなんか食欲が湧く感じがして。えまず餃子って醤油なんですか。醤油お酢入れて、まあ、あとはラー油。ラー油、はい、入れたり。あれ何つけて食べられるんですか。確かに自分は餃子のタレですね。醤油じゃなくて。あ、餃子のタレってあるじゃないですか、はい、あれがあれです。いわゆる酢醤油です、はい、マジですか。じゃあそれです。混ざってましたね。じゃあそれです。酢醤油かけて食べます。平瀬手塚のガンガントーク、次回もお楽しみに。6月のワンプレーはこの方に出題していただきました。今回はみんなにこの技をやってもらいます。
そうです、本当にボールの上げ方がポイントになってきます。まあ、普段はこうボールを戻して上げることが多いと思うんですけど、この技の場合は戻さずにそのまますくって上げるので、そのすくった時にしっかり足に乗せることで、しっかりこう高すぎず低すぎない位置までボールを上げることがポイントになってきます。ボールを背中でキャッチするときは、少しボールの軌道と合わせて、膝を使ってボールに合わせてこうかがむことが大切になってくると思います。サガン鳥栖 SRO 高橋芳樹さんが披露したワンプレーにチャレンジしている様子をスマートフォンで撮影していただき、サガテレビホームページの特設サイトからどしどし投稿してください。特設サイト内のお手本動画も参考にしてくださいね。投稿してくれた動画は番組内で紹介していきますよ。みんなの挑戦お待ちしてます。最後にサガン鳥栖ホームゲーム情報。6月10日土曜日、そう本日午後7時から第17節コンサドーレ札幌戦がキックオフ。そして7月1日土曜日は第19節浦和レッズをホームに迎えて午後7時からキックオフ。さあみんなも駅前不動産スタジアムに行ってサガン鳥栖を応援しよう。